このゲートは従来のゲートと違いまして、チキカードや IC カードを使わなくても人が通過することができるゲートになっております。実際に使うものはこちらになります。これは見ていただければ分かるんですけど、普通の紙をプリンターで印刷しただけのものになります。この紙にスクリーンコードと弊社が読んでおりますコードを印刷することによって、そのコードを目に見えない形で印刷をしてこのカードを作っているものになります。で、実際に通るときはこのカードをこの磁気カードのところを照らしたりすることで通過することができます。で、従来のこの技術としては従来の磁気カード IC カードと違いまして、普通のプリンターでできることでコストを削減することができます。で、お客さんが来られたときに各お客さんごとにプリントしてあげてもいいですし、簡単にすることができるものとなっております。